はい、どうも、タクタクです。なんだっけ、これ。あ、鬼遊び、実況プレイやっていこう。はい。というわけでね、前回は鬼姫様に、いいだけこう、ね、追いかけられて、もうひどい目に遭いました。ということで、今回は、まあ、なんとか、ここまでね、巻いてくることができたので、まあ、ここから始めたいと思います。それで、まあ、ちょっとね、あの後もね、いろいろ見たんだけど、お札はね、この5枚しかない。そして5箇所にしかない。つかが。正しき場所にお札を納めよと、いうことが書いてあるんだけど、ただね、このお地蔵さんの数と、お札の数がやっぱ一致してるんだよね。で、こっち左側には塚が2個あって、で、右側にが、右側にがってなんだよ。右側にも塚が3つあるんだよね。ということは、このお地蔵さんが何かを意味しているっていう感じだと思うんだよね。わかんないんだよな、でも。かといって手がかりもなさそうだし。これね、いきなり詰んだんだよね。8の札、10の札、3の札。この番号もなんでこんなバラバラなのかな。よくわかんないよね。134810。わけわかんないな。このお地蔵さんの位置もよくわかんた。ちょっと待って。なんか、花の位置とお地蔵さんの位置がやっぱなんか関係してんのかな。例えば、この花の場所が1で、ここは2、3、4、5。あ、違うかな。1番目でしょ。この花が10本もあるとこないな。ここは9本だし、ここは3本。わかんないなぁ。1本でしょ。わけわかんないなぁ。1、2、3。ちょっと待って。お地蔵さんの数と花の数を、花の株っていうのかな、数を数えてみると、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12本。花が1、2、3、4、5、6、7。花が7株と、お地蔵さんが5体。5体いるな。5足す7で12でしょ？ 12 個あるってことは、12。あ、待てよ。これ時計になってんのかな？ここが12時。12時で、1時、2時、3時、4時、5時、6時、7時、8時、9時、10時、11時、12時。だと、ちょっと待ってよ。1の札、3の札、4の札、8の札、10の札。ここが12だとしたら、ここが1、2、3、4。お！ 1 と3と4でしょ？ 5、6、7、8。お！来たな、これ。8、9、10。おお！
来た。ということは、左側に10、左上が10の札、左下が8の札。で、右上が1、右が3、右下が4の札を収めていけばいいんだ。やったー、これちょっと来ただろう、多分。ちょっとセーブして。よし、じゃあ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、8の札からいこう。8の札から収めに行こう。よし。よし。8の札じゃなくて。よし、ラストのお札を収めます。一応セーブしとこうか。よし、いくぜ。よし、おっ、来たー。なんだ今のは、何か起きた。何かが起きたんだろうな。でもどう、あ、待てよ。これで帰れるってことかな？一本道になったかな？行ってみよう、行ってみよう。どうだ？はい、来たー！はい、来たー！よーし。よーし。行くぜ！これで帰れるー！あれ？おーおー、来た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 。はい、はい、はい、はい。お、お、おー。街もやっぱり、いつもと様子が違う。違うのかよ。いつもだって、暗くなれば人通りは少なくなる。だけど今は人通りどころか、家の中すら人の気配が感じられない。もしかすると、うん、もしかすると？いや、決めつけるにはまだ早い。コンビニへ行けば、さすがに、誰か一人くらいいるはずだ。コンビニは家へ帰る途中にある。ちょっと寄ってみよう。おお。やったね。やっと抜けた。はい、というところで、今回の実況プレイはここまでです。次回はじゃあコンビニを目指そう。というわけで、また次回ご覧ください。ではまた。